スラーさん来てください。アリス、はい、アスカランブレーさん、あ、よろしくお願いします。アスカランブレーです。チョイです。右側が、辰政さん、はい、で、ゾロはだからゾロワーク GX とか、あ、でも左はもう完全に分からんわな。たまたまなんか使うデッキいっぱいあるもんなそうですね、うん、とりあえず安定と信頼のポケモンコレクター、この時先行サポート使えるんだよね、はい、あ、まだその時代の、うん、そうそう、あ、今日、撮る動画全部、あー、ちょっと待って、なんだラルトスと雪わらしとメタモ、雪わらし分からんくね雪目の子があれか、雪目の子って聞くと嫌な、なんかカードしかないんですけどウルトラシャイニーの雪目の子がなんだっけ、あの気絶した時にあのガラルサニーゴみたいな、ガラルサニーゴンかみたいな、あーっとクラッシュハンマー、おっと、じゃあ、あ、まあまあまあ、これゾロはダブル無色貼ってるからあれやねって思ったけど、なんだっけ GX かなって思ったけど、そんなことないか、ブレイクの可能性もあります、あれも全部ダブル無色だっけ、そうですか、おっ、よーし、たまたまが分からんな、これさ、雪目の子って聞くと、はい、あれなんですよね、死んだ時にあのポイントスして、いや、そうだよね、あれだったら相手も殺すよみたいな、てか今落としたのがエンペルトなんだろう、そうですね、これは青霧の、わかるこれさ、エンペルトは青霧って出す、あーそうだ、これ青霧だ夜の転送装置はなんだっけ手札を全部山札に戻して、山札から好きなカード1枚持ってくるだから、はいはい、青霧持ってくるだ、これ、あ、コイントス表ならね、あ、そう、使うわな、はい、あ、表ですね、あれで、あの山札から青霧の切り札、あ、だわな、はいはい、これ、これ辰政さん絶対知らんやんこの右側の何それみたいな、あ、で、たまたま捨ててるからドローまでできるね、いやー、自分青霧とか苦手なんですよね、なんかハンド1枚まで減らすのあの、夜の転送装置マジで無理くりさ、手札減る、あ、ちょっと待って、レベルこれレベルマックス持ってきてるから、あれだね、エンペルトはこれ至上命令だわ、うわぁ俺も昔至上命令使ってたけどね、はい、あの至上命令っていうテキストを言うのを忘れててね、もうこれ俺パッてないやつだった言うの忘れちゃった、これなんだ、なんでこれ光ってるの、マーシャドだ、マーシャドリセットコンかな、あ、はいはい、ファイヤロー、ファイヤロー、そう、弾だ、これはあれだね、破れかぶれのこれあれだね、あの破れかぶれとかして相手の手札減らしながら至上命令で至上命令で判定するわってやつだね、うーわこれ相手手札何枚、まだ4枚か、5枚か、 GX取引ですよな、サーナイ、なんだこれ、アローラロコンですね、アローラロコンか、ミチル、そうです、ミチルコン、これ困っとるやん、右側のサポートないですね、ね、ライオットビートかな、はい、そうですね、うん、これさっきレベルマックス加えてるから、至上命令までつなぐ、あーあ、あ、捨ててか、うん、捨ててつぞろ、さっきからあの、うん、コイントスカートばっかりですねレベルマックスしかレベルマックスしかに挽回、レベルマックスは山札から レベル X させるカード、表なら、ね、表ならいやこれはね、いやこれはやこれなんもあれですね、テキスト確認いいっすかの連打ですよねちょもう一回やって、もう一回やってなこれコラッタだわ、アローラコラッタ、ね、アローラコラッタで、ジャッジマン打って反動4枚にしていく、これ使用命令、使用命令でまた手札削られるやん、これ右側相当厳しいかも、そうですね、うん、何これ、背後ですね、
解剖で2枚来ましたね。レベルがマックスとなんか来ましたね、うん、コラッと持ってくる。またコラッと出して手札全部使ってきたな、うん、これ月光がですね、あれだ、映画のやつ、そうですね、ヌエリーの手札がこれ1枚だと出せるよっていう、なんかあのバブルマンみたいな、そうですね、今同じこと言いようと思ってバブルマンエンベルト逃げたもん。使用命令、はい、あと2枚、相手の手札をランダムに2枚、裏側表示除外するみたいな、そうです、ね、それが除外で、こっちが今これで手札2枚だもんね、ジャッジマン撃たれた後だから。ただ、こちらの人はジャッジマン撃たれたことでサポートがもしかしたら手札に来たかもって感じですね。さっき手札、そっか事故ってたもんね、うん、言うてさあ、グッズマニアの、うん、を加えて、さあサポートを打てるか、そりゃ困るわな、うん、あれだね、あの、なんだっけ山札から好きなカードかな、好きなカードを持って、進化した時に山札から好きなカードを持ってくる、うん、雪見だったかな、まあ、サポートでしょうね、プラターヌか、うん、N とか、いや、N とかじゃないな、ゾロ、あ、でもそれ荒薙だ、はい、あれ、まあさすがにここはドローしないと、相当ペース左側に握られてるね、ただ市場命令で除外したカードはこのターンのエンドフェーズに手札に戻るので、エンドフェーズ時に手札に戻るから、うん、毎ターン2枚ずつ減らせるわけではない、そうですね、常に2枚、お、もう1枚サイドは6、5で、まあ、言うて右側が優勢、さっきたまたま1体倒しただけなのか、今これ敵すぎてるね、あ、そうそう、レベル X 下の技使えるんでって今言ってるんで、左側のプレイヤーエンフィルトルでも下の技って何なんだろうあ、これあの当時 BW の頃に、エンフィルトデッキあったんですよ、はい、なんだっけな、なんか自分と相手のベンチの数だけ攻撃力上がる系の、あー、なんかそれなんか XY、3万でも似たようなのいましたよね、3万鋼と水でそれぞれ出ましたよね、 いたかも、確かにそんな感じの効果のやつが BW でいた、そして、うんうん、それだね、あの、ただ BW 機ってことはそんな火力出ない、そんな火力出ない、倍率何だったかな、10とか20だった気がするこれで最低2枚目取りました、エネルギーの手札に加わるこのターンにラッタ GX を加えているので多分進化してきますね、あ、おお、これも電動特有、スタンでもそこ使えるか、使えますね、電動とスタン特有のカード、もうとにかくなんか反動を、ね、限定させるカードいっぱい入ってます、めちゃくちゃ左側がコントロールしているんでね、はい、さて、ただハンドコントロールしてどうやって倒していくのかです、ね、そうだね、今のところアタッカーっぽいアタッカーが、でも月光が GX、 これはアタッカーとして使うのかな、そうなんですけど、カウンターゲームだったね、あ、そうですね、こちらがエネルギーをまだ一度も張ってないんですよね、左側、そうですね、あ、でもさっきエンペルト逃がしたのも未然に張ってた、あー、まあまあ、ジャンクアーム、トレーナーズポス、今手札がゼロか、ゼロですね、手札ゼロだ、ジャンクアーム、トレーナーズポス、運ゲーに運ゲーを重ねていくさあ、あ、強いなこれ強いな、これはこれさっきだってエンペルトいたもんね、まださあ出して5枚引いて、でしかもたまたまのトラッシュにいるから、そうですね、まだ伸びるね、お、さあ表さあ厳しいなこれ、テキスト俺らも確認した方がいいねちょスマホでさ、ちょっと検索しながらラッタ GX が手札2枚捨てたら
攻撃が6、7、8、80食らってるから、あれかな、手札1枚捨てると、かける40みたいな手札なんかね、ゼロミネで。このターンも、市場メールで2枚。どう？ちょテキスト確認僕たちもしながら。あいつプロモだから、後ろの方に。どう？失礼します。投げ捨てまくる。手札を2枚丸トラッシュして40ダメージなんで。たまたま捨てて80を出す感じかな。ね、はい。何でもいいの？ポケモン？何でもいいですね。手札2枚。っきりこのターンなんかグッズマニアで持ってくるかなって思ったんですけど、確かに確かに、あ、でも言うていつまでかターン変えてて、うん、ライオットビートで120くらい、さてこれ言うて右側の方が料理の転送装置なんかうん、今のがところ左側の方が好きなことをやってますけど、うんうんうん、サイドレース的にもなんか右も右の方が、いやどうなんだろうな、コントロール右 の、うん、右の方が何をするべきかまだ分かんないですよね。そうだね、ドローカードとかリサーチカードばっか出てて、うん、あのラルトスは一体何をするのか、サーナイトといったらテレパスって感じするけどね、まあ、そうですね、うん、あのアロアラロコンは9個になるのかな、アロアラ9個 GX の方になるのかな、そうだね、アロアラ9個になってグッズ2枚持ってこれる、持ってくれる、何するのかな、エンペルト、4枚、市場命令って重複しますね、2匹いれば2回使えるわ、じゃあ4半です、4半です、これは辛い、2匹立てばね、あ、でもこれそうだね、さっきは投げ捨てまくるで攻撃しまくって、はい、ですね、うん、バトル場のラッターをどかせれば、うんうん、後ろのエンペルトがバトル場に出てきてレベルアップできると、うん、まあ、それかレベルマックスをコイントス成功させるか、ね、捨てますね、このラッター、サイド、あ、でも今サイドは相手が4枚、相手というか右側があと4枚、うん、ゾロワークが6、12、13、14、15、16、160、言うてラッタの火力がなかなか上がらんで、ね、倒されちゃって、そうですね、これラッタ捨てましたね、うん、サイドは残り2枚、月光が、月光がって技になんだっけ、3ぐらいかな、水、うわーレッドカードだめちゃくちゃ手札をコントロールしてる感はあるけど、サイド的に優勢なのは右側、圧倒的ですね今のところ、あ、でもこのゾロワークがやられたらどうするねんっていう感じは、結構か、水無か、水無か、130でカウンターエネルギーついてるから、カウンター銀か、ついてるから、まあ、今だったら水に1個で、じゃあ今殴れるね、この結構。そうですね。130。130飛ばせばゾロワークが倒せる。ゾロワークが倒せる。これがレッドカードからの、で、使用命令。レッドカード使用命令。これ、右側、厳しい。いやー、これでだってゾロワークはやられるもんね。そうですね、ゾロワークはやられるので、次のターンの、次のターンにゾロワークか、まあ、アローラ急行にアクセスできるカードがないと辛いですね。しかもダブル無色エネルギーも持ってこないといけない。そうです、これやられちゃうもんね。そうです、ね、このターンでやられますね。うん、なんだこれ、しかも、わからんわ。わからんわ。なんかとりあえず山札見て、デッキボトムとデッキトップにするカード、テキストすらわからんもん、なんかレジェンド機って感じがするよくわかんないけど、多分あのフレーム的にあの L って書いてありそう、下にレジェンドの何かだね、黄ばんでるからで、カウンターゲインで1円減って、霞切り130で気絶と、はい、サイド2枚取ります、取りました、うんうん、ゾロワーが出てきましたね、結構今2だよ ね、 いいですね、これきついですね、あ、ゾロワーか持ってた、で、たまたまでドローして、なんか伸びそうな気がするけどな、サポートを引けるか、サポートかもしくはハイパーボールが引ければ、うん、まあ何か持ってこれて、キューコン GX、 あ、ハイパーボールだね、キューコン GX がいれば、あと捨てるカードめちゃくちゃ迷ってるけど、これサーチャー持ってくれば一応ドローはできますか、うん、そうだね、
さん捨てるカードないんですけど、ね、そうだね。あ、そっか、タマタマか、タマタマ捨ててます。まあそうですね、アローラ急行に乗りました。で、まあ、サーチャーかな。サポートこのターン使ってる？使ってないですね。なんでサポートを持ってこれるカードが必要ですね。あ、やっぱり、うん、アメとサーチャー、これアメは完全にサーナイトだもんな。サーナイトといったら、まあテレパース、まあ、テレパースではな、普通のな。相手側に落ちているサポートで、ただこちら側で使いやすいカードがあるのか。あ、テレパース来たね。はい、あの、青霧青霧ぐらいしかサポートないだろ。いや辛いですね。グズマとかも多分落ちてないですね。だよね。まあ、サーチャーララギーですね、うんうん、それしかない。でレベルボール、あ、レベルボール先に使ってってことか。そう、レベルボール使ってソロは、うん、そこ出して、これダブル無色エネルギー引かないといけないんじゃないかな。そうですね、まあただ7引けるので多分引けるんじゃないかなっていう感じですね。これなんだ、あ、特性使ったマーカー、特性使ったマーカー、うん、でエネルギー引いて、火力を、月光河の火力と HP が230、230は、ゾロアーク GX230 出ないもんね。ワンパン絶対ないです、うん、スカイフィールド貼ったとしても。インプレッサーでタマタマ、ニコタマを引けたか。ニコタマ確認してるんだよ。あるな、山札やな。山にはあります、ね、2枚あるわ、山に2枚あるわってことは引いてないね。最初1回目貼って、うん、あのクラッシュハンマーで潰されてもう1回貼ってるから、ね、全部山だね。パズル入ってないと辛いですね。サーナイト、しかし、あ、今ゲージ使うんだった。ゲージか、いや、ゲージ使ったけど、使ったのは多分ジャッジマンだ。ジャッジマンですね、うん、4ドロー引けるか。引けてない。あ、で、手札に戻して引けてないですね。引けてないね。いやー、つらい。いやー、あー、当たってコイントス大好きめちゃくちゃ決めるやん。すごいっすね、うん、夜の転送装置で単価山札全部、手札全部山札に戻して単価ケイチさんだったね。あー、月光が強いわ。あー、さすがバブルマン月光が強いわ強いわこれは強いわ。月光がで引いた3枚強すぎんかうわー、これ右側たまったもんじゃねえな。毎回そんな手札に干渉されてるのは至上命令だわうわ、手札全部え、2匹に、はい、あー、まだまだ1匹、まだまだまだ1匹。いやー、130だと次また霞切りで死んじゃうもんね、このゾロアクも。逃げないといけないやつですね、うんうんうん、けど、逃がせるのか。こっちのトラッシュ、グズマとかないもんね。グズマないですね。グズマありやね、テレパスで簡単に逃がせれたんだけどね。テレパス、ジャッジマンなんとかなるかなんともならない気がする。ダブル無色一回ダブ…おー、パソコン通信。あ、じゃあこれでとりあえず逃がせるなり、まあダブル無色貼って、ニコタマ持ってきましたね、これ今。1、2、3、4、5、6、6、20、120か、はい、言うてライオットビートで2回殴らないと月光が倒せないから、目の前のゾロワークにニコタマ貼るやん、うん、1回殴るやん、で次返しやられるじゃん。またニコタマ欲しくなるのやばくないこれだって山にも1個しかない。あー、ゴージャスボール。あ、ゾロワーク、そうね、そうね、進化する、うん、ニコタマシンプルを、うん、まだサポートは打っていない。おー、サポート、プーロ、プーロで何を打ってくるんだ。何がグザ持ってきてるのか。あ、
わあ。パズル、パズル揃ってたら強かったけどね。パズル入れてないかな。あ、で、相手のデュいつも加えた後に、もうこれテレパスか。相手の墓地確認中ですね。ジャッジマンしかないですね。ゲージ相手手札ゼロだから。もうさ、あれだよね、グズマン手札に加えてるから使いたくないよね、テレパス。このターンはもうフグロ使ってるからグズマンも使えなくて、はい、だからテレパスは使えますけど、テレパス使ったとて、ジャッジマンぐらいしかいいのがなくて、ジャッジマン使ったらグズマン流れちゃうと。うん、めっちゃ考えとる。またスケール、はい、ライオットビートです。120点。あと1回、ライオットビートで、リサイクルエネルギー。いやー、言うてダブル無色はあと1枚山札にさっき見えてたからね。そうですね。ではこれ基準命令打った後に、まあ、相手手札こんだけあるからな、相手もこのターン、うんうん、なんかサーチャー的なやつが引けなかったんですね、うん、これあれだね、引けてたらジャッジマンで4にしてからできたので、うん、しグズマ流せるし、さてさっきのリサイクルエネルギーあれか、この状態だとカウンターゲイン切れちゃうからか、いやー厳しいね。何やかんや最初右側サイド先行してたけど、とりあえずオスカイフィールドありましたね、これあとニコ玉が引ければ、うん、正面の月光側倒せますね。そうだね、ニコ玉さえニコ玉さえ引ければ、最後のニコ玉が引ければ、うん、でしかもこれ月光が倒しちゃったらそのままサイド取って勝ちだもんね。現実が刺さってない。いやジャッジマン、ジャッジマン使うんか、グズマン持ってたよね、あれ意味ないか、エネルギー引けてないので意味ないか、引けるか。引けてねえな。引けてねえな。つらい。時のパズル欲しい。これエネルギー2個玉2個しか、2個玉4個しか入ってなさそう。そうですね。うん、うわ、終わり。終わり。うわー。手が戻って。まあでもまだ死なないよね。あ、そうか、まだ。そうですね、まだ。ダメージ受けてないのか、受けてないの、受けてないですよ、実はさっきのターンもベンチから出てきたやつなので受けてないです。はいはいはい、じゃああと2回相手側もただこのターンこれ逃がさないと、うん、まあ、1回食らっちゃうとね、月光側も、月光側も2パンで、うん、ゾラ側も2パンか、ダウジングマシンなんか、あれたまたまでダウジングマシン、これ手札ゼロや。リセスタで手札2枚にされてその後市場命令でゼロや。グズマン、グズマン、あーさすがに逃がしましたね。でこれ逃がさないと次のターン2個玉引かれたら死にますから。あ、なるほど。で市場命令。いや、あ、しかも3枚潰されるんだ。あ、そっか、グズマン、そっか、そういうことか、うん、自分がグズマ使ってるから、うん、サーナイトは絶対潰しとかんといかんのか。これでハンド1枚では、うん、いや取引でよほど強力なカードを引かない限りは辛いですね。これレベル X の体力っていくらですか、これ。エンペルト、エンペルト100か110か120か、じゃあまあとりあえずライオットビートで倒せるのかな。ライオットビートで倒せそうだな。120って言いました、120ぐらいだった、120だと足りないですね、今の段階だと。何で今100しか出ないですね、ライオットビート、ライオットビート今ので
エンペルトの体力次第です。エンペルトなんだっけな。あ、でも耐えてるわ、100のアテンスで、うん、100ちょいです。ベンチが足りない。グズマだ。あああ、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、序盤めちゃくちゃ右側優勢だったんだけどな。そうですね、うん、これはこれで面白かった。左側コイントス多すぎかなみたいな。史上命令体力140ですね。140か、結構あんね。あ、これ強いですね、うん、あのスカイフィールド張ってない場合だとワンパンじゃ倒せられないんですね、これ。あ、なるほど、120しか出ないから。はいはいはい、絶対1耐えてたんだ、うん、いや面白かった。左側ここまでなんかあの、うん、青霧とかあの、うん、この月光館のやつとかが、はいはい、あの使えるのはすごいいいですね。これめちゃくちゃ綺麗に使ってたよね、はい、なんかコイントスめっちゃ決めてたけど。これ面白いデッキだった、はい、うん、レスキュータンクはそのなんだっけ、夜の転送装置からレスキュータンクで、うん、マジかみたいな。ここどう考えてもサポートやろうと思ったから、結構がつなげるのは面白いわ。